こんにちは、原町接骨院久松です。今回は自律神経を整えるだけではない、瞑想は心臓にも良いということでお話しいたします。瞑想ね、気持ちを落ち着かせるため、自律神経を整えるためにいいよということは今までお話ししてきたんですけども、実は瞑想、心臓にもいい効果があるんですよ。今回はそれについてお話しいたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたは自律神経を整えるためではなく、そういった病気の予防としても瞑想を取り入れるようにするはずです。ではお話しいたします。瞑想、これはですね、アメリカの研究で心疾患リスクを減らすという研究結果が出ているんです。そしてアメリカは瞑想の本場で、アメリカでは4兆円の市場規模があると言われております。瞑想大国アメリカでこういう結果が出ました。で、どういった結果が出たかというと、瞑想をしている人はしていない人の、心臓動脈疾患は 51%、 高コレステロール血症は 65%、 糖尿病は 70%、 高血圧は 86%、 脳卒中は 76% という、結果が出てます。ただね、これで、例えばそのデータ取った方の生活習慣とか、どのぐらい瞑想しているかで結果って変わるはずです。変わりますけども、ただ明らかにね、この数字を見る限りでは疾患の病気のリスクは減っていますから、ぜひね、自律神経を整える、心を落ち着かせるということを目的だけでなくね、こういう病気の心疾患やその他の疾患のリスクを下げるという目的で瞑想を取り入れてみることを私はお勧めいたします。そして瞑想のやり方なんですけども、下の概要欄にね、載せておきますんで、そちらを、参考になさってみるといいです。ということで、今回の話もう一度復習すると、瞑想はアメリカの研究で心疾患のリスクを減らすという研究結果が出ております。アメリカでは4兆円の市場規模が瞑想にあると言われている瞑想大国、そんなアメリカで出た結果です。瞑想している人はしていない人の心臓動脈疾患が 51%、 高コレステロール血症が 65%、 糖尿病が 70%、 高血圧が 86%、 脳卒中が 76% という結果が出てますね。生活習慣とかね、どのぐらい瞑想しているかでね、結果が変わりますけど、明らかにね、リスクは下がってますから、ぜひね、自律神経の整える、心を落ち着かせるという目的だけではなく、こういった、疾患のリスクを下げるという目的でもね、ぜひ瞑想を取り入れてみてください。やり方は下の概要欄に載せておきます。そしてこれをご覧のあなたが、もうすでにね、自律神経の不調その他でね、困っていてどうにかしたいということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が戻っていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合や、外に出るのが辛いぐらい場合、またね、このご時世移動して人に触られるってことに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体というのをやっております。そんな私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版っていうのをやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。参加していただけると私非常に嬉しいです。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。